お疲れ様です、ポンタです。今日も信長の野望波動実況していきたいと思います。まず最初にすいません、昨日動画ですけどちょっと大きな間違いがあったので削除してしまいました。申し訳ございませんでしたという謝罪から始まって、今日はですね、お知らせの方にいくつか情報が来たのでそちらの方を紹介していきたいと思います。お知らせ、属と守備隊の強さ調整についてなんですが、レベル50以下の属を中心に能力が低くなるように調整されるということです。確かにですね、レベルがかなり高い属が多くて、でしかもですね、40とか30のなかなか僕らのような美課金ユーザー倒しづらいっていう問題が起きておりました。はい、なのでこういったですね属を僕らが倒しやすくなるというふうに変わっていきます。はい、でランクなしの領土の守備隊の能力が低くなるようにも調整されます。これもですね、上と同じでC ランク以上の領土の守備隊の能力が変更ないんですけれども、ランクなしの普通の領土のですね守備隊の能力が低くなりましたので、ちょっと始めたばっかりの方とかですかね、簡単に領土を取れるというですねことになります。この辺もですね、やたら強くてもあんまり意味がないんですよね。はい、そもそも属がですねちょうどよく倒せるぐらいがいいのに、ほぼほぼ強くて美課金ユーザーがボロボロに負けて帰るっていうのはユーザーの体験が落ちてしまうので、そういった意味では気持ちよく倒せるようにしてもらえるというのはありがたいかなと思います。はい、で次なんですけれども、今後予定している調整方針についてというところになります。これが一番かなり大きいかなと思うんですけれども、いくつかあるんですが、僕この2つ目ですね、これが一番気になっていて、里が移転可能な領土の条件が変更されます。で、本庄近辺に移転後、身動きが取りづらい状況を受け、移転可能な領土が増えるようにしますと。細かいところわからないんですが、これはつまり、お城のですね本庄の方に負けると飛ばされるじゃないですか、里のある領土ごと取られると。そんな時に本庄の方に吹っ飛ばされて、その後もうどうしようもないと、一門に入ってない人なんかもう詰んだみたいなことが起きてるじゃないですか。その移転問題っていうのを解決してくれるそうです。これがですね、どういうところに移転できるのかなっていうのはまだちょっとわからないです。空白地に移転できるのか、それとも同じ大名の領土だったらいけるのかとかですね、もしくはちょっとよくわからないんですけど、これ期待したいかなと思います。ただそうなんですよね、根本的な解決にはなってはいないとは思うんですけれども、困ってるっていう人を助けるというよりも、積んでるという人をこちらですね助けるしようかなと思います。これはですね、さすがにもうちょっと早く気づいてほしかったなっていうのはありますけれども、はい。で最後ですね、調達中の部隊を帰還させる際、軍令書を消費しないように変更というところですね。はい、調達してる時にいきなり攻められたっていう時に戻すみたいなことがあるかなと思うんですけれども、そういう時にですね、帰還戻ってこいみたいな時に軍令書がないくて動けないとか、あとは軍令書を使ってしまうので一層取られちゃえみたいですね、そういったことをなくすというところになっています。軍令書が足りなくて結構困ってるので、助かるかなと思います。軍令書めちゃくちゃ使わないですか？はい、僕そんなですね、めちゃくちゃログイン率が高くてめちゃくちゃ軍令書使うっていうほど使ってないと思うんですけど、それでも軍令書足りないなって思うぐらいなので、僕よりもっとイン率の高い、ずっとインしてる方にとってみれば本当に困ってることが多いかなと思うので、ここはすごく助かっているかなと思います。助かるアップデかなと思います。はい、で本日最後なんですけれども、年末年始キャンペーンというのがありましたので、こちらも紹介します。年末年始ログインボーナスとしまして、こちらですね、チャットスタンプや領収フレームとか無償小判2023をプレゼントというところです。2023年にかけてるんですかね。はい、毎日ログインしていけば3023の無償小判がもらえるというところになっています。また年末年始抽選箱としまして、所持品から収蔵と以下からランダムで1種類獲得できるというですねアイテムもあるようです。当たりはどれかな、軍令書回復とか欲しいですし、連達書とかはどうなんですかね。僕は連達書よりも軍令書の方が欲しいかな。軍令書当たった方ラッキーというところです。
何ですかね、名称の東洋札とか欲しいところなんですけれども、そこまでではないというところですかね。はい、期間終了後の1月31日23時59分まで特典を受け取ることができますというところです。またついでにちょっと説明しますと、テレビ CM 記念キャンペーンといったところで、テレビ CM 記念ログインボーナスが今やられてますね。僕もありがたくいただいてますけれども、名称東洋上10とか、良商東洋上40、はい、特別東洋上850まで手に入る、非常にですね、美味しい10日間のキャンペーンになっています。これはぜひぜひですね、皆さんどんどんログインしてください。多分この CM が放送される期間、24日から1月9日といったところでは、多分まあ、おじさん、このゲームやってるのは30、40、50のおじさんが多いと思うんですけれども、そういった方たちがテレビをつけて見て、お、信長の野望かやってみようかみたいな感じで開く、そういった時にいい武将が手に入る、そんなのも予定してるのかなと思います。はい、まあ、多分この期間はですね、たくさんユーザーが増える一方で、公営の方たちって働いてるのかな、結構ホワイト企業というか一流企業なので休んでらっしゃる方も多いと思うんですけれども、大きなアプリはなので、先ほどお知らせした調整方針のも1月中旬となっていますね。はい、そうなんですよね。だから割と今のところは書き入れ時なんですけど、入った後の方たちが、うん、なんだこのゲームはって思わないのを本当祈ってますよね。うん、三国志波動も僕、まあ、ちょっとやってたんですけど、やっぱ三国志波動の方が自由に遊べたっていうか、こんなにですね窮屈な感じじゃなかったので、信長の野望ほど新しく入ってきた方がどう思うか心配ですね。はい、まあそうですね、僕も一応ゲーム業界側の端っこの方にいる人間なので分かるんですけど、やっぱ CM こう大々的に言っていろんなところでこうバナーとか出してるこの時期がですね、一番人が入ってくるんですよ、新規プレイヤー。その後は新規プレイヤーが入った後は、まあ、口コミでまた入ってきますけども、基本的にはどんどん右肩下がりというかですね、どんどん落ちていくっていうのがアプリの通常なんですけれども、今人が一番増えてる時期だと思います。まあ、この時期が一番大事なんですけれども、この時期にどれだけですね、信長の野望波動ゲームっていうゲームを、信長の野望波動っていうゲームをみんなが好きになってくれるかっていうところをですね、注目して見ていきたいなと思ったりします。ここからちょっと雑談なんですけど、そうですね、信長の野望の一般のパソコンとかファミコンのゲームって僕ずっとやってきて、まあ、そっちのゲームはめちゃくちゃやってきたんですよ、ぶっちゃけ。はい、波動はですね、本当に、まあ、1日 2,3 時間ぐらいのログインで、まだ1ヶ月ぐらいの歴史しかないんですけれども、信長の野望新生とか本当に買ってからですね、今年だけでも毎日8時間ぐらいやったんじゃないかなっていう時期はずっと続いているんですね。でやっぱあれぐらい面白いと結構胸を張って進められるんですけれども、信長の野望どうですかね、皆さん的に。まだまだちょっと未完成荒削りだなっていうところが多くて、この時期に人が増えてどれだけ居ついてくれるのかな、政宗とかまだいないしなみたいなところでちょっとドキドキしてますね。はい、心配共に行こう戦国のてっぺんというところで、まあ共に落ちよう戦国の底辺みたいな感じに今僕なっちゃってる時がたまにあるんですよね、朝とか起きると。そんな時にですね、なんかもっと活躍したいな、美課金だけどみたいな感じで思っちゃったりするんですけど、まあそんな体験をですね、世の中のおじさんおばさんが、はい、しないといいなと思いながら、これからに行きたいといったところです。すいません、今日はどうもありがとうございました。失礼いたします。またチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。